皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、ナオトです。今日はね、ひなこやっていきたいと思います。でイベントの方が来てます。でこちらでね、検索の方でこちらで、クリアしてでこのアピールね、このアピールで、まあ、推しめを選択してでこちらでね、ベリーハードまであるんでこちらをねクリアしていくような感じです。でまああとはイベントガチャの方が、まあメンバーピースとか星4星3のメンバーピースとかまあコインとかを貯めることができます。まあ自分もねメンバーピースとかの方がいいですよね。あの星2とか星3のカードよりあのこういうメンバーピース星4とかをゲットできる方がまあ自分もいいと思います。で推しメンセレクションガチャ、こちらでね、キュンハルとかキュンハルと、始まり夏と、彼氏ソラシドとスヤキュン、こちらの自分の推しメンとか、まあ、あの欲しいキャラを選ぶことができます。で自分はね、ちょっとまあいろいろキャラの SS ランクとかいろいろ調べてみてまして、でどうしようかなって結構悩んだんですけど、まあひなのちゃん推しメンなんでひなのちゃんのこのねキュンハルとか結構評価いいんですけど、ただ使いづらいのかなって、アピール特大だけどアピール守りダウン特大っていうのがありまして、その守りダウン特大っていうのはなければ選んでたんですけどちょっと悩んでるんですよね。だから結構使いやすいキャラ、メンバーっていうのは欲しいなって思ってまして、で何個か候補があってまあ全部属性別に自分はできればやりたいっていうのがありまして、でこのね、山口春代ちゃんこちらのね、この始まりの秋私服これがね結構性能いいんですよね。これ欲しいかなってちょっと思ってるんですよね。さあどうしようかなってちょっと思ってまして、まあこれ確定で選べるわけじゃないんでね、あとはメイメイのスヤキュンもいいんだけど確率的にねこの中で選ぶっていうのは結構厳しいんで、それならひなしゃが少ないこっちのパルちゃん選んだ方が3分の1で出るんで、そうですね、このひなのちゃんだったら 1,2,3,4,5 分の1なんで、これいきますか、ハリオちゃん、よし、これでいきます。さあ、キュン秋来てください。キュン秋狙い、佐藤確定だからね、これはね。キュン秋。2個っていうこともあんのかな？もしかして。1個だけなのかな？これは 3？ ああ、持ってない。キュン秋。キュン秋これはない。
これだ。キュアキ。おし。ドンピシャ。やった。これは？もう一個。もう一個ないかな。ない。まあでもお目当てのね、キュン秋の、ハリオちゃん当たったんでよかった、うん、また夜更かししちゃいました。戻っちゃった。あとはどうしようかな。ベミホだと、ベミホのキュン春もいいんだよね。1/4。1/4なんだよね。メイメイは？メイメイ。メイメイ1/5か。このね、スヤキュンのメイメイはちょっと、バラエティで、欲しいかなってちょっと思ってるんですよね。1/5狙うのは結構厳しいんだよな。あ、カネミク。1/2、3/4、1/5か。なんだっけ、強いの。これじゃない。そうなんだよね。あれ入ってないんだ。ミコガチャのやつが入ってないんだ。じゃあやめとく。1/5狙うの結構厳しいんですよね。誰にしようかな。ニベちゃんは？ひなの。どうしよう。めいめい。どうしようかな。めいめい行くか。よし、めいめい行きましょう。スヤキュン狙い。そう、スヤキュン狙い。じゃあ確定だよね、1個ね。何にもなかったけど。出だし。出ないってあんの？確定でしょ、1枚。あんな。怖いな。一回だけなのかな。うわー、そういうことか。一回だけなのかな、これ。そっか、ピックアップするだけで確定じゃないから。で、めいめい今ダメだったから、どうしようかな。デミホとヒナノ。
どっちにしようかな、ベミホーヒナノ。どっちにしよう。ベミホだな。行こう。さあラスト。ベミホ。おっしゃ来た、確定だ。確定演出。2、3個来てくれ。2、3個来てくれたら超嬉しい。骨か、2個でもいいな。10分の2だったら超嬉しいよね。これか ?3 か、これは。お、監督、ベミホ、やった、これか。今日は風が気持ちいいですね。これはなんだなんだなんだ、このベミホ。違う、そこじゃない、水野球じゃない。欲しいのはあのキュンハル。もう一枠ない？もう一枠、もう一枠ちょうだいよ。見せて、もう一回ぐらい。よし、ここだ。これ来ないか。いやー来ない。もう一個ある。これは、これは来んじゃないの。来ない、にぶっちゃん。いやーダメか。あー来なかったなー。欲しいと思ってたデミホが。いやー参ったなー。まあしょうがねえか、ハルヨちゃんだけ当たったから。まあいっか、しょうがねえな。あーでこのチケットあるんでね、これもねやってみましょう。うわー、さすがにチケットだから来ねえか。あーそっか、単発ね、単発か。アナフィー連続じゃない。じゃないこれ、飛ばそう。ダメじゃん、飛ばそう。まあでもこれで1個出ればね、うん、10分の1でも。初めてな単発は。ダメじゃん、ちょっといい演出出てほしいな。10分の1だったら。お、どうだこれは。3か、3以上どうだ。あーダメか、ダメだ。いやーダメだね。カッツラスト。ダメだ。ああまあね、しょうがないかな今回は。今回もご視聴いただきありがとうございます。でまたね、日向席集まったらまたガチャやっていくので、その際はねご視聴の方をお願いします。で自分の動画の高評価、YouTube チャンネル登録の方もお願いします。